清浦蓮子賞は19年10月6日は、日本の教育家、江原婦人会会長、江原女学校及び、品川高等女学校の校長、霊場会幹事などを歴任した。第23代内閣総理大臣である、清浦慶吾の妻で、品川女子学院の前身の江原女学校、品川高等女学校の初代校長である。蓮子は紀州藩士氏、 秀次郎の長女で、1873年に、埼玉県14島出身となった、清浦慶吾と、知人の紹介で結婚した。夫の清浦慶吾と1858年、紀州藩士の長女として生まれた。埼玉県の14島出身であった、清浦慶吾を紹介され、1873年に、結婚した。1918年に、品川女子学院の創設者、 呂島佐古が発足させた、バ原婦人会の会長に就任した。このことから、1926年に江原女学校が創立されると、初代校長に就任。1929年に創立された品川高等女学校でも、校長を務め、学校に体育館が設立された時には、夫の清浦慶吾が講演と記号を行っている。練習は、皆の前では、 立っているだけの何も言わない校長だったが何か凛とした何とも言えない良い雰囲気という物意が漂っていたという。蓮子はまた夫が本願寺の幹事等を務めたつながりで本願寺の関係者の紳士夫人らの会合、礼状会を創設した。この会はその後関係者以外の礼状の入会も認められるようになり、婦人礼状の服装などを研究する会となった。 特に、蓮氏は、霊場会漢字として、重きを置かれ、夫人といえば霊上、霊場会、霊場会といえば、夫人と評されるようになった。明治大臣の夫人を表した岩崎祖堂は、蓮氏は、夫と同じで、別に十分の学ぶ際に、飛んでいる役でもないが、自然の徳が、備えていると評した。ありがとうございます。